次のボールが5球目。ライトの前、ライトの田村が突っ込んできます。どうだ、ボールがこぼれた。一塁はオーバーランで、タッチはアウトになっています。佐竹コーチが行きますが、今一塁塁審はセーフのジャッジ、そしてアウトのジャッジは球審の柿園さんが ね言いましたんですね。あ、佐竹コーチが相当これ激高しています。普段は静かなコーチなんですが、そうですね、はい、岡田監督も出ます。今こぼれたボールをうまくこの本田がバックアップと言いますか、前でボールを、ね、拾って、そうですね、はい、はい、最終的にアウトのジャッジメントを下したのは球審の柿園さんでした。そうですね、はい、多分ファーストの塁審というのは多分そのフェアかファール の落ちたっていうことで、そうですね、ここを、ね、フェアを出したんですよね、あ、それがセーフのジェスチャーだったんですね、はい、ですね、なるほど、はい、そのセーフのジェスチャーの後本田がうまくここはバックアップ、このタイミング、あ、ミットが届いているかどうかというところ、審判よりも近くで見ていたのはこの佐竹コーチです。そうですね、だから佐竹コーチは結構穏便な人なので、あそこまで怒るってことは、うん、まあどうなんですかね、はい、